皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アダックセールスアソシエイツの横山です。本日のテーマは営業組織改革、仕組みから入るかそれとも教育から入るか、こういうテーマでお話をしていきたいと思います。営業組織改革必要じゃないっていう、そういった会社ほとんど今ないですよね。じゃあどのような手順でやっていくのか、大きく分けて仕組みを何か導入する。例えば一番分かりやすい例は SFA、 CRM じゃないでしょうか。営業支援システム、セールスフォースオートメーション、そして CRM、 カスタマーリレーションシップマネジメント、顧客管理システム。この SFA、 CRM って非常にメジャーですよね。 SFA と CRM を導入して、なおかつさらにマーケティングオートメーションとかビジネスインテリジェンス、 BI ツールとか分析ツールまで入れて、営業の生産性を上げていくという取り組みをしている会社もたくさんあるわけなんですよね。でもちろん成功している会社も非常に多い。じゃあ我が社はどうしていくのか。過去に営業研修いろいろ受けたんだけど、なかなかうまくいってない。過去に SFA とか CRM みたいな営業支援システムを導入したんだけど、うまくいってない。それは研修のやり方に問題があったのか、その時に導入した SFA、CRM、そういったシステムに問題があったのか、一体どこに問題があったのかが分かりづらい。そこで今回は7つの習慣、この書籍の中に書かれているインサイドアウト、そしてアウサイドイン、この2つのことからお話をしていきたいと思います。これね、最後まで見るとなるほど、その切り口できたか横山さんって皆さん絶対絶対に思っていただきます。そして必ずね、腹にストーンと落ちると思うんですよね。だったらうちの会社は仕組みから行く、もしくはうちの会社は教育から行く、決められると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。今回のテーマは営業組織改革、仕組みから入るかそれとも教育から入るかです。まずインサイドアウトの話をしていきたいと思うんですね。内側から外へということで、この書籍の中には人格主義の復活ということが書いてあります。ですから、自分自身の人格というものを変えていく、自分自身の内側を変えていくことによって外への影響というものができていく。ですからまず自分が変わる、そして周りの人たちに影響を与えていく。ですから私的成功と公的成功っていうわけですね。まず私自身が成功できるように新たな習慣を身につけていく。そして公的成功、つまり営業組織でいうと組織全体でもうまくいくようにしていく。公的成功というのは公的な成功という意味なので、でそれでうまくいくと上向きの螺旋階段を登っていくことができますよということなんですね。だからこの7つの習慣の手順でやっていくと非常にうまくいくんですよ。これね、今の時代だからこそこの古典的な書籍ってすごく参考になるんじゃないかなと私最近ほっと思ってるんですよね。で7つの習慣をさらーっと今から喋っていきます。まず第1の習慣は主体的であるということです。インサイドアウトのまずインサイドですから、まず自分自身の内側を変えていく。ですので営業個人個人が主体的にならないといけない。これが第1の習慣。第2の習慣はまさに逆算思考、終わりを思い描くことから始める。だから目標絶対達成で言うと、私は目標予算絶対達成しますっていうね、これですよ。目標絶対達成できてますよ、それを思い描くことができますしね、という、これが第2の習慣です。目標達成するかな、ちょっときついんじゃないかなって、こうじゃダメなんですよ。まずインサイドアウトだから、まず自分自身を変えていかなくちゃいけないので、営業一人一人が主体的になる。だから受け身ではダメ、自分自身が能動的に動く、この姿勢が重要で、そして終わりを思い描くことから始めるんですよ。目標は絶対達成する、よし、自分が目標達成しているところはもう完全にイメージできてます。そして第3の習慣が最優先事項を優先する、いわゆる重要緊急マトリックスで言うと、重要でかつ緊急でないこの第2領域に焦点を合わせる。目先の仕事も大事なんだけれども、将来お仕事をいただけるようなそういったお客様との関係構築、重要なんだけれども、でも緊急性がないじゃないですか。そのお客様のところにね、足しげく通って、そしてコンタクトを取って接点を持って、じゃあすぐに仕事が来るのかっていうと、来ないんだけれども、緊急性のないそして重要なお客様、余罪管理で言うと余罪ポテンシャルがあるようなお客様に優先的に接点を持たなくちゃいけない。これをきっちりやっていくってことが第3の習慣ですよね。まさに自分自身を変えていくということです。主体的である、そして終わりを思い描くことから始める、そして最優先事項を優先する、この習慣が全部身についていったら、かなりその個人っていい感じですよね。インサイドアウトです。
じゃあそういったメンバーが一人一人います。でそれぞれにウィンウィンで考える。だからウィンルーズとかルーズルーズとかルーズウィンではなくって、第4の習慣がウィンウィンで考えるんですけども、第5の習慣がまず理解に徹し、そして理解されるです。お互いのウィンウィン、それをしっかり考えるということです。でこのウィンウィンに必要なことっていうのは勇気と思いやりです。ですから組織の中で相手が間違ってるっていうことがあるんだったら、しっかりと勇気を持って思いやり、それはダメだぞと、行きやすいお客さんのとこばっかり行ってちゃダメだぞと、こういうこと言っていかなくちゃいけないですよね。ちょっと守りに入ってないか、主体的に行かなくちゃいけないぞと、新規のお客様の開拓行かなくちゃいけない、余罪ポテンシャルがあるようなお客様に意識を向けて、そして積極的に接点を持とうとする姿勢が重要だよねって言われると、ああ確かにそうだなと、言ってくれてありがとうと、勇気を持って言うことによってウィンウィンになっていく。そのためには相手のことを理解する、自分自身も理解されていくということです。これが第5の習慣。そして第6の習慣はシナジーを作り出す。こういう関係であれば、当然1たす1が2ではなくて、1たす1が 2.5 とか3になっていくということなんですよね。一人一人が主体的であって、そして終わりを思い描くことから始めて、そして最優先事項を優先して、お互いウィンウィンを考える、相手のことを理解しようとして、そして理解されようと努力する。そうするとシナジーが作り出されるわけですよ。お互い化学反応を起こしてきますよね。そして第7の習慣は歯を研ぐです。肉体的にも精神的にも知性的にも、そして情緒的にもしっかりと自己検査をしていく。これ全員でやっていけば、当然上向きの螺旋階段を登っていく。この営業組織はそうなっていくということです。こうすることによってインサイドアウトでしょ、その内側から変わっていった個人個人が集まって組織を形成しているわけですよ。そしたらめちゃくちゃいいじゃないですか。そういう組織になって、そこに素敵な SFA とか CRM が入ったら、めっちゃくちゃ結果が出るに決まってるんですよ。つまり自分たちが主体的でもない、目標達成しろって言われても、難しいですよ。それをイメージしろって言われても、逆立ちしたって達成できないような、そんな目標ね、言われて、何が終わりを思い描くことから始めろですかみたいなね。営業生産性アップしろって言われたって、目先の仕事でいっぱいいっぱいなんですよと。営業アシスタントであったりとか、他の人に自分のね、抱えてる仕事をね、任せろって言われても、難しいじゃないですか。任せたってね、ちゃんとできないんだから、自分がやった方が早いですよとね、最優先事項を優先するっていう考えもさらさらない。でお互いが思いやり終わっても勇気がない、あいつ全然できてないな、まあしょうがねえか、別にいっかと、自分のことじゃないしっていう風にみんなが思ってると。そうすると全然理解もされないし、シナジーも作り出されないし、社員教育も全然されてない。そしたら歯を研ぐこともない。みんな精神的に疲れてます。新しいことにチャレンジもしない。お客様のことを理解しようと勉強もしない。今業界がどのように変わっていくのか全然知らない。目先の仕事に振り回されてばっかりなんですから。そういう状態で、どうすればいいんだと、社長が考える、営業部長が考える、情報システム部門が考える。そうだ、 SFA、CRM だ。これをやることによってうまくいくに違いない。本人たちは全然主体的に動かない、全然目標達成する気がない、目先の仕事にね、めちゃめちゃ追われてると。でも営業生産性をアップするためには SFA、 こういったシステムを導入することが重要なんだ。なぜかっていうと、今の時代は DX、 デジタルトランスフォーメーションの時代だからねと。で情報システムを導入しますよね。これがアウトサイドインの発想です。これ内側から変えていくんじゃなくて、外から変えていくという発想ですよね。だからいわゆる形から入るという感じ。どっちがいいんでしょうか。答えは出てるような気がしますけれどね。例えば私がやったことのないスノーボードをやろうとすると、でスノーボードのトレーナーの人が私にどういうレクチャーをするか、皆さん思いますか。まずはスノーボードのいいスーツを買うことです。そしてこのスノーボードのね、こう道具、ボード、これね一番いいやつがいいっすよと、形から入ることによってやる気が上がってきますからって言われると、そうかもなーって思う人もいますよね。いますよね。実際にこれだけのね、ウェアも買ったし、ボードも買ったし、で、例えば今年スノーボードに行きますと、で、そのためのなんかチケットももうすでに買っちゃったと。今年の冬のシーズンは5回はもう長野とか北海道に行ってスノーボードをやるんだと。もうお金払っちゃったからみたいな。もうこれ完全にアウトサイドインですよね。だけどほとんどのトレーナーの方は、いやいや、まずそんなものにお金をかけるんじゃなくって、
って、まずは、まあ、基礎的な体力ってあるんですか？ないですか？いや、やっぱちょっとそれはね、体力をつけてもらった方がいいと思いますよと。そうでないと怪我する可能性もありますし。ですから、まずはそういった道具とかウェアっていうのはレンタルでもいいかもしれないし、まあ、安いものでもよろしいんじゃないですかと。それで、まずは自分で力をつけていって、で、さらにレベルアップしたいというんであれば、まあ、ウェアを変えていく、道具を変えていく。そうすると、さらにどん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 レベルアップしていきますからね、こういうことありますよね。だから、私どもも全く仕組みがね、必要ないかっていうと、そうでもない。ですから、まあ、Excel でいいんじゃないですか、というふうに言ってますし、Excel をクラウド上に載せた、余罪管理クラウドっていうものがあります。これではもう、SFA が100の機能があるとすると、余罪管理クラウドは、まあ、2とか3ぐらいの機能しかありませんね。Excel の方が、使い勝手がいいかもしれない。いろんなことができるかもしれない。余罪管理クラウドは余罪管理のことしかできないから。だけど、まあ最初はそれでよろしいんじゃないですかって私どもは思ってるわけですね。まず営業個人個人がモチベーションだのね、やる気だの、動機づけだとか、そんなこと全然関係がなく、主体的に動いてますか、目標絶対達成すると、その意識ちゃんと向けてますかっていう、このマインドセットとか、そういったことが重要ですよね。これはまさにインサイドアウトの発想なんですね。皆さんはどう思いますか？自分自身の内側から変えていくことを私は強くお勧めします。だから教育から入るっていうことがいわゆる結論なんですけど、でもその教育っていうのはどのような教育を受けた方がいいのか、これは私が今回の動画でお話しした内容を踏まえた上で、ぜひ皆さんでジャッジしていただけたらいいかなというふうに思います。今回の動画はいかがだったでしょうか？ぜひ皆さんには余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして余罪管理のことをもっと知りたいっていう方は、ぜひその他の余罪管理大学の動画を見ていただきたい。そして概要欄に載っている私のメルマガに登録していただきたいと思います。メルマガで余罪管理のセミナーであったりとか、余罪管理に役に立つような情報を皆さんにご提供しています。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。